この動画ではスマホ決済とはどういうものなのか、サービスを利用するにあたって知っておきたいことから使い方までご紹介いたします。一つ目はキャッシュレス決済の全体像です。皆さん最近こんな言葉をよく耳にしませんか？キャッシュレス化。キャッシュレスとは現金を使わない支払いのことを言います。キャッシュレスで決済した場合どんなメリットがあるのか見ていきましょう。メリットは2つあります。まず1つ目は便利。キャッシュレス決済だと現金を数える手間もお釣りを受け取る必要もありません。とってもスムーズですね。2つ目はお得。キャッシュレス支払いは利用金額に応じてポイントがもらえる特典があるんです。つまり現金で支払うよりお得にお買い物ができます。とても便利でお得なメリットがあるキャッシュレス決済は今後もますます広がっていきます。次はキャッシュレス決済にはどのような支払いがあるのか見ていきましょう。キャッシュレス決済は主に2種類あります。一つはカード決済です。クレジットカードや電車やバスで使うカードがそれにあたります。代表的なキャッシュレス決済としてはクレジットカードがありますね。二つ目がスマホ決済です。それではスマホ決済について見ていきましょう。スマホ決済には大きく分けると2つあります。1つ目は非接触決済です。スマートフォンをお店の専用機械にかざして利用します。スマートフォンをお財布として使えるのでとても便利なのですが、すべての機種が対応しているわけではないので機種によっては使えないものもあります。2つ目はコード決済です。バーコードや QR コードを利用する決済です。まさに今話題になっているスマホ決済です。決済方法やその他の詳しい使い方についてはソフトバンクショップでご案内しております。ソフトバンクではスマホアドバイザーというサポート専任スタッフを起用しております。このようなスマホ教室の開催やスマホ購入前のご相談など専門的に行っておりますので、ぜひご活用ください。